法輪寺は、京都市西京区にある、仏教寺院。三号は、地、福山。宗派は、新言宗古地教団に属する。名称、嵐山の中原に位置する。本尊の国蔵菩薩は、佐賀の国蔵さんとして親しまれ、欧州藍図や内図の円蔵寺、伊勢の浅間さんの金剛商事と共に、日本三大国蔵と称される。古くは、金尺物語集、枕草子、 平家物語などにその眺め、知恵、芸事の上達、また、牛年、虎年生まれの守り本尊として、信仰を集める。十13枚リアハリクヨウ、漆祖神の寺としても著名である。さらに境内には、電気、電波を守護する、鎮守者である、電電宮が祀られている。自伝によれば、和道六年、行期が、元明天皇の直願により、国家論五国法上、 産業の交流を祈願するくずい寺として建立したと、される。その後、天朝六年、空海の弟子にあたる道将が、国造菩薩像を安置し、上岸十年、次号を、法輪寺と称したという。室町時代、王仁の乱により離祭し、江戸時代、御用税天皇により再建されるが、幕末、現時元年の金門の変により、再度離祭している。法輪寺三景漫画ら。 ありがとうございます。